はい、おはようございます。週末登山部チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、岩手県八幡平市にあります奥利千山というところを登っていきたいと思います。まあ、あいにくの空模様ですが、久しぶりに、低山を行ってみたいと思います。登山口がちょっと分かりづらいところにあったので、それも後ほど後半でお伝えしようかなと思います。それでは行ってみましょう。岩手山もあいにくの天気ですね。こんな日に登っていいものかと思いましたが、最近ちょっと更新をしてなかったので、登ってみました。山ってこっち登れるんですよね。どっからでも登れるんだけど、ね、どっから登れる。この通り行けば、あ、この通り行けばいいですか。あとで上がっていけばいい。ああ、本当ですか、うん、ちょっと初めて来たので。あ、そうとりあえずこの通り行けばいいんですよ、うん、そうするとね、はい、なんかどっからでも降りるんだよね、これ。ああ、俺は前、はい、そこの方ね、降りてきた、こっち来たけども、そこほら、通るずーっと一緒あるからさ。はぁ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 、東側沙織でも、あ、この道路があるというか。あ、そっかそっかそっか。あ、分かりました。20分目で行くんだよ。あ、分かりました。ちょっと行ってみます。下がってもいいな。あ、どこ歩いても、あ、本当ですか。熱出ないから。はい、うん、役出ないから。あ、分かりました。ちょっとありがとうございます。あっちもこう伐採してるっけかな。牧草場だけあるんだよね。 あ、そうなんですか。下側もうね。へ、まあ好きなように歩いてきても。わ、うん、かりました。はい、ありがとうございます。わかると思う。はっ、これ取りに行けばいい。はい、あの伐採のこの、なんだ、牧草が風の壊れてってさ、はい、伐採したとこの左側で、はははスタートお姉さん、はい、道路はついてるから。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。すいません。聞かないと分かんないぐらいの道ですね。山頂はあそこだと思うんですけど、とりあえず進んでみます。あ、案外きつい。10分ほどで登れるとは言ったものの、結構きついな。はい、山頂ですね。山頂です。奥利千山472m 山頂です。ふう、はい、山頂からの景色は、まあ、残念ながら林で囲まれて景色はあまり楽しめないですけども、いいトレーニングになると思います。20分ほどで登れますし、ちょっとキュートですけども、手軽に登れるかなと思います。はい、皆さんもぜひ奥利千山登ってみてください。
はい、とりあえず送り仙山はこれで終わりになります。また次回ね、寒くなる前に、ちょっと寒いですけど里山の方登っていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。